ああ、暑すぎる。マジ一体何なんだよ。その理由として今は夏だからな。そんなの知ってることだわ、クソ暑い。じゃあ暑くても寒くなる怪談話をしてやるよ。お、いいな、頼んだ。これは俺らの学校にあった実話なんだけど。な、何？20年くらい前なんだけど、科学室で実験中に火災事故があったらしい。その時先生たちは生徒を成績がいい順に避難させたんだけど、最後に残った成績が最下位の生徒は結局避難できないまま煙で窒息死してしまったらしいんだ。それで毎年その実験をした日になると、科学室に死んだ生徒の亡霊が出てきて、自分と同じ苦痛を味わわせるために適当に学生を捕まえて幻覚を見せた後、窒息させて殺すらしいんだ。おい、なんだそれ。じゃあこの学校は1年に1人人が死んでることになるじゃんか。デタラメだろ。そう？てかさ、俺がマジで怖い話してやるぞ。なんだ？次の時間なんだけど、数学なんだぜ。あお、ミス、少しくれ。やだよ、お前も買って飲めよ。うわ、最低のやつだな。昨日お前にパピコの先っぽあげたのにさ。ああ、わかったよ。はい。サンキュー。マジで一口だけだから。待った、お前何型？は？血液型だよ。B 型だけど、だからなんだよ。それじゃダメだ。俺 A 型だから。いや、何の関係があるんだよ。考えてみろよ。ひたすら命に関わる重大な問題なんだぞ。命がどうとかなんだよ。たく、あげたくないなら正直に言えよ、ケチが。お前、生物の授業また寝てただろ。 A 型と B 型の血が混ざると死ぬこともあるって言ってたぞ。だから、それが人のジュースを飲むのと何の関係があるんだよ。俺とお前が同じ缶で飲んで万が一お互いの血が混ざったら、俺たち二人死ぬかもしれないんだぞ。は？意味がわかんねえよ。おい、急に切れてどうしたんだ。ごめん、俺疑似科学ってやつ嫌いでさ。お前マジで B 型っぽいよな。あまりにも短気すぎる。おい、そういうのやめろって。人の性格は10人問えるだろうが、たかが4種類の血液型で分けられるわけないだろう。 B 型とは、たまに切れる、繰り返し作業が嫌い、自由奔放、無理やりさせると意地でもしない、束縛を嫌う。ほら、お前だろ。それって B 型だけじゃなくて誰でも当てはまる可能性あるだろう。じゃあお前は A 型だから束縛が好きなんだな。てめえ顔あからめんな。おい、うるせえんだよ。ごめんひちゃん、寝てた。てめえのせいで玉ねぎが育たねえかもしれないんだぞ。え？植物にはいい言葉だけ与えなきゃいけないっていう研究結果知らねえのか？てめえのせいで俺の玉ねぎが枯れたらどうしてくれるってんだ。玉ねぎに耳がついてるわけでもないのに、ありえないよ。ジョンミン。おお、びっくりした。なんだ？今日なんかすごく怒りっぽいけど、グルソ取りすぎてそうなってるんじゃない？え、なんだよそれ。体には害がないはずだけど。ジョンミン、アロニアはどう？ストレス解消と心身ともに安定させる効果があるんだ。ちょっと、みんなさっきからなんか、ごめん。なんなんだよ、ドッキリ。お前らふざけてんだろ。朝のリンゴって金のリンゴで、夜のリンゴは毒なんだ。実は地球ってトイレの予防接種を受けると免疫力が落ちて、サーズにかかりたくなければ絶対にキムチを、コロナにかかりたくなければ空間除菌、このネックレスは銀を放出するからね。今日に限ってバイオリズム悪そうだな。腹に便が溜まったのかな。市中水便によれば俺は一生童貞らしい。うわうわなんだ、どうした。いや、夢か。たく、悪い夢でも見たのか？うん、お前とクラスのみんなが疑似科学にハマっててさ、俺を苦しめる夢だった。は？俺らが疑似科学に？なんだよ、そのアホみたいな夢。だよな。ところで、他の奴らはどこへ？理科の授業始まるまで20分はあるからな。ああ、そう。じゃあ、俺もう少し寝るわ。悪夢を見たせいでもっと疲れたわ。だな、時間になったら起こしてやるよ。お前も窒息させてやる。